Se seguite questa serie sapete che c'è solo l'audio di gioco con il video e mai la mia voce. Ma questa volta mi vedo costretto ad intervenire perché la prima partita che ho fatto, oggi ce ne sono ben tre, la prima neanche ve la faccio vedere per intero per i motivi che andrò ad elencare, e mi ha fatto veramente incazzare. Perché io mi vedo lì pronto a giocare contro uno di livello piuttosto bassino, dico vabbè. Sarà uno che sta ancora livellando e tutto il resto. Il problema è che durante la partita non ha fatto niente, non ci ha neanche provato. Tant'è che a un certo punto sono uscito dalla porta con il portiere per fare gol. E niente, lui stava lì tranquillo senza fare niente, faceva scadere il tempo quando doveva passare la palla, quando c'è stato il metà partita. Insomma, non ha fatto assolutamente niente. Io credo che questo stesse semplicemente aspettando che il timer scadesse proprio per far abbandonare la partita al suo avversario e guadagnare così i punti, perché l'avversario vede uno che non ha voglia di giocare, non ha voglia di fare, abbandona la partita e anche a costo di perdere dei punti si va a cercare comunque un altro avversario che ha voglia di combattere. Invece io sono stato testardo, perché mi stavo comunque annoiando, però sono stato molto testardo. E l'ho sconfitto perché non mi andava di perdere dei punti solo perché c'è gente che usa dei metodi meschini per arrivare a vincere una partita. Quindi se incontrate questo tipo di personaggi, massacrateli di gol, cosa che io non ho fatto perché li vedevo un attimino, ma dico magari se faccio un'azione un po' strana lui ci prova. Ho testato tantissimo la pazienza del tipo, magari pensavo che era uno che lo faceva giusto un attimino, prendeva un paio di gol e poi tornava alla carica e ti distruggeva, invece no. Comunque vi lascio le altre due partite, almeno qui abbiamo giocato e è andata piuttosto bene, avete letto dal titolo, no? さあ、奇跡のエキシビションマッチが開幕いたします。この日に向けて努力を重ねてきた選手たち、両者の闘志がぶつかり、火花を散らします。さあ、緊張のキックオフです。行くぜ。奪えない。どこを守るか。よし、任せた。いくぞ。華麗なドリブルで抜き去った。ゴーエンジ、パスで相手を翻弄していきます。エンジ、難なく止めていきます。もっと本気を出す。その程度で何ができる。白龍、得点につなげていけるのか。鋭い一撃。入ったー。格の違いを思い知る。好調な試合展開で会場も熱気に包まれています。追い越されてしまった。ノサイ、ボールを奪った。チェ、ゴーエンジ、圧巻のボールキープ力。ここでシュートを打っていく。キーパーの手に収まりました。ここはパスが通らない。白龍、しっかりとボールをキープ。白龍、さあどう攻めるのか。決まった。強くなければ価値がないんだ。この勢いを持続していけるか。油断は禁物です。ここでボールを奪います。任せに行け。壁山、遠藤、みんな上がれ。パスを回していく。頼む。守りを固めるぞ。よし、クレイジャー。緊張が走ります。いや、
熱血守護神エンドを守れ、ゴールを割らせない、行くぞ、ブルーゴールを刻んです。頼んだぜ。おっと、ここでパスミス。ナノバが振り切っていく。よし、頼む、任せる、任せて、よし、はっ、頼んだぜ。剣切り込んでいくが、さあどうか。下がるか。輝きだ。監督の見事な采配で素晴らしい展開です。行かせるか。高円寺、振り切られた。やっちゃ、またもや攻め込まれたぞ。ドラゴン！はまだだが、勝負だ！気合い気合い気合い！前半いかがでしたか、角間さん。いや、この展開では後半さらに一方的にならないか心配です。さあ、後半戦始まりました。ねえ、タロウ、止められるか。油断したか。そうはさせないよ。行け、ボールはどちらに。その程度で何ができる。行け、勝って。ここは強引に突破していく。で、難なく突破っていく。おお、そうきましたか。任せろ、せや。どう対処するか。いくよ、ブラックアッシュ。くるぞ、エンド、守りきれるか。スローインで試合再開です。頼むぜ。さあ、行っちゃいましょう。レンガだ、シュートコマンド07。ダブルショット、出た、ダブルショット。守りを固めるぞ。止められない。任せろ。くぜ、奪えない。よし、てて、はっ、アフロディ、味方につないでサイドを変える。任せろ。よし、頼んだよ。守備体勢を整えられるか。上撃は間に合うか。見せてあげろ。勝負だ。エンドを守る、頼もしいセーブ。ボールを奪いに行く。ここはパスが通らない。任せろ。さあ、止めてみせろ。よし、頼んだよ。任せた。もっと、
ここでパスミス。パスの先で競り合い。よし。防げるか。危ない危ない。さあ後半終了目前。頼む。任せろ。こっちの番だぜ。しっかりとボールをキープ。いくぞ。パクリを振り抜いていく。ゴーエンジ、さてここでゴールを狙う。ここで試合終了のホイッスル。勝利の栄光を手にしました。チーム全員で勝ち取った試合です。まさにチームワークの賜物といった感じでしょうか。さあ、奇跡のエキシビションマッチが開幕いたします。喜びも悔しさも糧に邁進してきました。さて、勝利の女神はどちらに微笑むのでしょうか。さあ、緊張のキックオフです。さあ、見せてもらうよ。シュー、しっかりとボールをキープ。いくぞ。ゴーエンジ、元ライオン中のメンバーはギリス監督がやっていた大来軒というラーメン屋さんにここでシュートを打っていく。頼んだぞ、よせ。で、ここでボールを奪います。ツルフ、切り込んでいくが、さあどうか。下がるか。おお、そうきましたか。ドーン、いやートルネード。ダブルネッツ、ファイヤートルネード。チェンジ。面倒だ。止められない。さあどこを守るか。任せた。任せて。またもや攻め込まれたぞ。いける。カウンター、ラビット。キュッと遠藤、守りきれるか。亀山、守備に入る。ナノバナ、さあ防げるか。エンド、難なく止めていきます。みんな、やめろ。マクロディ、シュ、パスを回していく。難なく突破していく。ゴーエンジ、得点決めるのか。完璧に収まりました。はい、任せ。よし、任せろ。どう対処するか。エンド、難なく止めていきます。みんな、上がれ。頼むぜ。はっ、はっ、はっ。さあ、止めてみせろ。守備体勢を整えられるか。おお、一撃。決まってしまった。まだまだ続くだ。さあ追いつけるか。任せろ。
ここは強引に突破していく。行くぞ。カメラで抜き去った。ドラゴンブラスト必殺シュートで得点を狙う。決まった。お前たちの力はそんなものだ。ここは冷静にもう一点狙っていきましょう。頼む。緊張が走ります。ここでゴールを狙う。本番イエローを取りました。集中を切らさずに行きたいところ。バン守備に入る。よっ、イエローカードが出ました。さあフリーキックで試合再開です。任せろ。行くぞ。耐えない。よし任せて。さあどこを守るか。頼んだよナノバナ。さあ防げるか。うわっ、勝手に収まりました。監督の手腕が光る。さあ、行っちゃいましょう。強固な守備に阻まれた。またもや攻め込まれたぞ。行くぞ、ゴッドハンド。エンド、安定した守りだ。前半いかがですか、たくまさん。そうですね、お互い素晴らしいプレーをしていると思います。後半戦もまだまだ目が離せません。さあ後半戦始まりました。任せた。任せるか。よし、力が入りすぎたようです。ここから試合はどのように動いていくのか。どう対処するか。大きめにあの手に収まりました。頼んだぞ。よし頼む。任せろ。せい、待ったぜ。行け。はっ、止めるって。今だ。はい、スカイマーフェンス。飛ばされてしまった。守備体勢を整えられるか。止めてみせる。気合い気合い気合い。パスの先で競り合い。ハクリ、さあどう攻めるのか。ドラゴンブラスト。せー、ドラゴンブラスター。熱血守護神エンドを守れ。ゴールを割らせない。おっと、ここでパスミス。てっ、よし、はい、任せた。一緒の守備に入る。ナノバナ、さあ防げるか。てっ、任せろ。またもや強引なタックル。よし、シュー、得点につなげられるか。シュー、パスで相手を翻弄していきます。さあ防げるか。エンドを難なく止めていきます。はっ、よし、はっ、てボールはどちらに。やばい。任せた。任せた。今だ。ゴーエンジ、しっかりとボールをキープ。ファイヤートルネード。ファイヤートルネード。行くぞ。ソワン。
まだ気を抜くな。好調な試合展開で会場も熱気に包まれています。守りを固めるぞ。ゴーエンジ、ボールを奪った。頼む。さあ、止めてみせろ。破壊力のランガンのボールキープ力、いけるのか。任せろ。ゴッドハンド。止めた。ナイス。壁は振り切られた。さあ、どこを守るか。ここでゴールを狙う。行くぞ。ご反動。はい。熱血守護神エンドを守る。ゴールを割らせない。さあ、後半終了目前。よし。来ましたか。キーマーの手に収まりました。よし、行かせるか。止められない。任せない。またもや攻め込まれたぞ。ここで試合終了のホイッスル。しました。チーム全員で勝ち取った試合です。まさにチームワークの賜物といった感じでしょうか。